マジネス、よいよい祇園石塚です。今回はこのよいよい祇園のうどん使ってこっちにいる料理人の友達になんか面白いではなんか料理作ってもらおうとしてます。よし、タカさん、はい、すいません、よろしくお願いします。今日はうちのうどん使って一品ちょっとなんか面白い料理作ってくれるってことなんで。面白い。面白い。美味し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 い。はい。美味しいはずです。はい。じゃあ、面白い。美味しくいきます。はい、今日はタカさんは、本職やから。はい。タカ、喋らんでいいよ。あ、わかりました。もくもくと作ってくれ。はい。もくもくと。はい。もくもくと。はい。お願いします。お願いします。ほんじゃ、お料理の名前言うたらいいんですかね。その材料名。言うたか。まあ、言うたか。言わんと。材料名。はい。とりあえず右手から、もちろんうどん、よいよいさんのうどんですね。ありがとうございます。もちろんです、はい、これを使わせていただきまして、本日で日本酒。日本酒、はい、まあワインでも白ワインでもいいんですけど、まあね、ご家庭やったら日本酒の方がよろしいと思うから、日本酒、はい、そしてまあ地中海といえばオリーブオイル。オリーブオイル、まあね、オリーブサラダ、うん、やっぱオリーブオイルですね。まあうどんでオリーブオイルなら分からへんな。まあその感覚を、そうです、あえてオリーブオイル、これここはね、はい、バルシナですから、はい、そしてまあエビ、エビ、有頭エビですね。そしてアンチョビ、アンチョは、アンチョビ、アンチョビですね、日本語やったら。はい。そしてこちらがマテガイ、こっちいうナバハスという、よくパエージャとかにも入れて食べる。そしてこちらがムール貝ですね。ムール貝、日本語で言うとムール貝なのかな、そうですね。そしてイカ、そしてまあこちらのアサリ、ちょっと小さめですけど、まあスペイン産のアサリ、そしてまあ薬味としておネギ、そしてまあブロッコリーですけど、こっちも、スペイン特有のちょっとちょっと色が違う、ブロッコリーですけど、カリフラワーですね、どっちかというと。ああ、そうか、うん、緑のカリフラワー、そして黄色のカリフラワー、はい、そして最後にまあニンニク、もちろん地中海の特有のニンニク、うん、まあ鷹の爪、はい、これまあちょっとスペイン産がちっこいけど鷹の爪ですね、はい、これを使って作らせてもらいたいと思います。じゃあはい、どうぞ。それではまず、まあニンニクですね、はい、ニンニクはもうどうしましょう、軽く潰しちゃって、はい、これで OK です。なんで潰すの、香りが立つように、香りが立つように、そうですね、香りが立つように、まあそうですね、これも OK です。潰してもらったらもう勝手に、あ、これでもいい、これで終わり、もう刻まんでもよろしいです、ええの、あえてニンニクが気になるような人でしたら別に一つぐらいでもよろしいですけど、あえてここは2つ使わせてもらいます、はい、そして鷹の爪はちょっとこれですね、まあこの種を中抜いて、種を取って、種がちょっと邪魔になるんで口に残るんで抜かしてもらって、ちょちょちょっと、それでまあこれで OK ですね、はい、あとエビはそのままであえて殻ごと大きめにして、アンチョビをどうするの、アンチョビはもう軽くちょんちょんちょんと、もうさっさっさーと、もうこれで OK です、刻むだけで、もうこれで OK ですね、はい、材料は以上です。このもん、まあまあまあ、あえて言いますと、はい、ここにあるこれもちょっと、あ、出しておいよ、出しておいよ、隠し味に、もちろん、あ、ありがとうございます、せっかくあるんですが、これも使わせてもらいます、ありがとうございます、これも入れさせてもらいます、はい、もう材料はこれで了解です。あとはまあ火のとこ行く？今から行きましょうか、火のとこ、火のとこ行きます、行きましょうか、ちょっとなお邪魔やな、そんなお前、お釣りが分かってるくせにして相手向こうやろ、やらしいやっちゃな、で、よく邪魔だ、うるさいが、いや、はい、沸騰してるんでお湯に全部入れちゃいます。まあさっきも言ってたけど、どっちタイプ行くの、その釜揚げタイプなのか、水で締めるか、締めます、締める、はい、締めます、ね、締めるタイプで行きましょう、今回の料理に合わせると、はい、ドバンと入れて、はい、はい、そうです、はい、はい、最初は弱火で行きましょうか、弱火、はい、弱火でここに、先ほどのオリーブオイル、オリーブオイル、スペイン産の超純正の、まあうどんも、バージニアオリーブオイル使った方がいいの、別に、いや、普通のやつです、何でもいい、やっぱり何で使うかと思ったら、やっぱり小豆島のうどんですからね、やっぱり小豆島もオリーブやってるから、うん、オリーブオイル有名ですからね、これも入れて、はい、そこにまずはニンニク、ニンニク、鷹の爪も入れてあげましょう、はい、入れてちょっとまあちょっと温めまって、はい、香りを、はい、オイルに移すと、まあよくあるカルボナーラみたいなもんですね、
さんカルボナーラちゃいます。ペペロンチーノやな。大丈夫、はい、カットするそれは、まあ、ペペロンチーノです。はい、そしたらにいい音が鳴ってきましたね。プチ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 と、はい、これはまあでいい匂い香りもしてきたし、まあそこでアンチョビ、アンチョビかアンチョビアンチョビアンチョビですね。もう軽く入れてこの塩っ気のあるアンチョビも入れて、塩入れるとアンチョビで塩気を出すみたいな。そうですね、やっぱアンチョビやっぱりすごい塩持ってるんで、うん、塩漬けになってるから。アンチョビって何やねん、イワシやったっけ。イワシですね。イワシの何だよ、片口イワシかな、日本でいうと。それをこれスペイン産、これスペイン、もちろんです。スペイン、まあね、もちろんスペイン産です。ええ匂いしましたわ。はい、そしてここにまず最初、そしたらはエビからいくの、エビ入れましょうか。エビからいくの、はい、パンと、おお、跳ねそうやった、跳ねそうやですね。大丈夫ですか。大丈夫か、あっちこっち言うかもいいかな、分からんけど、まあとりあえずやりまして、ちょっとだけ火を強めましょうか。エビからも水分が出ますけど、これは気にせずに。これ何エビっていうの、これは、まあ、今だ日本にあるの、ユウトエビになるんかな。ユウトエビっていう多分名前で売ってると思って、そのエビ自体の名前は日本でなんていうんですかね、これは多分まあ普通にユートエビっていう名前で売ってると思います。その車エビとかそういうブランド名はないと思いますけど、これ何がうまいの、え、身がうまいの、味噌うまいの、なんか味噌でかそうやな。味噌も美味しいですよ、やっぱりこんだけ頭がごっついから。まあでも身もうまい、もちろん身もそうですよ、結構プリプリしてちゃんとやれば。これまあ多分高級エビやね、多分。まあ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 、よくおせちも使うような。あ、そうね。まあおせちはもっとあれかな、車エビとかブラシ使いますけど、これも十分美味しいから。高さが AB 型だから、まあ、編集めんどくさいから、しゃべんなよ、お前。あっそろそろ行くぞ、お前。俺もお前、終わるなあかんねんから、しゃべるな、もう、めんどくさいよ、もう。はい。ほんで、ちょっとニンニクが色づいてきたら、ニンニクはちょっと取りましょうか。焦がすと、やっぱり苦味が出てくるんでね。そうやな、この作業がめんどくさいね。ちょっとめんどくさいけど、まあまあまあ、あえて美味しいためには、美味しいためには別にね、さっとやるだけでいいんで、細かいやつ。いやでも家庭でやったらさ、このニンニクをこの逃がすのめんどくさいね。あ、もうあえてバンと潰して大きい塊のまんま。ああ、それか一個やから。そうです。そうやったらラッキーやな。ほんでも結構火が通ってきたんで、エビにエビちゃんにほら、もう全部ここにアサリ入れまして、ムールが入れて、で、背景全部、はい、マテガイ、マテガイのマテガイですね。まあもうイカも入れましょう。イカも入れるの、もう全部入れちゃいましょう。なんか材料見てたらブロッコリーで火通るの時間かかるけど、入れんでいいの。もういいです、いいです、いいです。やっぱりこれはもう固めでいくの、固めで、あ、固めのしょう、アルデンテというか、そういうのがね、美味しいですから、やっぱり。はい、すいません、横から口出して。いえいえ、そういう、いや、ツッコミがってことを、いやっぱりあるんで。ここであえて火は強火、強火なのか、もうざっと魚介類はあんま火を通すぎるとね、縮む、ちっちゃくなる、身も縮むんで、さっとガバッと、もうええ匂いやな。そしてもうある程度こういうアサリとかも口が開いてきたんで、今ざっと何か白ワインだっけ、いや日本酒、日本酒ですね、今日は日本酒、白ワインの方がいいですけど、やっぱりご家庭でしたら日本酒の方が手軽いと思うんで、この日本酒さっと入れまして、でアルコールを飛ばしてもらって、このお酒のパワーで、なんか日本酒入れることでこうやってうまみ、うまみがやっぱり出ますね、素材のうまみがいっぱい出てくるから。はい、ここに入れます。あと、もうだんだんこういうムール貝も口も開いてきたし、開いてきましたね、うん、いいね、いいですね。そしたらば軽くちょっとまあお水を出汁、うん、入れます。もう出汁はもうこの魚介の旨味、ニンニク、
アンチョビから一回出るようにもう、だしは入れずにとりあえずお水をバーッ。あれか、水いけることは、ちょっとスープ系のうどんを作ろうとしてんのかな。まあそうですね。俺まだ最終視点は聞いてないからさ。そうですね。そう、スープ系か。軽くスープ系の、まあそんなに水は入れなくてもいいんですけど、ある程度入れた方がやっぱり油だけですとどうしても濃いんで、ある程度水を入れた方がやっぱり味も優しくなると思うんで、そこにあえて余裕業さんの山ロック、山ロック醤油さん、この美味しい出汁の効いたあれを軽くさささっと入れます。ありがとうございます。これがやっぱりこれでありがとうございます。味が決まると、飽きると。心配なの、まだ大丈夫か。それは大丈夫。大丈夫。うまかいな。そのカリフラワーとかって生で食えるの？もちろんですよ。生で食えるも全然美味しいです。ぶっちゃけ言うと、もうこうやって。生でうまい。甘いです。甘い。ほんまに、これはすごい有機栽培のやつですから、すごい美味しい。あ、いいやつだね。いいやつです。そして、あえて、今言われたようにもう全部海鮮類に火が通ってるんで、ここで入れちゃいます、はい、入れちゃいます。2つのブロッコリー入れちゃいます。軽く火を通して、ええ感じに、うまか、はい、ええ感じにもう具も火が通りましたんで、はい、ここで先ほど茹でたうどんをもう一度軽く温め直します。さっきの茹で汁のところにさっと入れて、もうほぐすだけですね。ささささささ、これで OK です。はいはいはい、 OK です。そしたらば最後の盛り付けをします。はい、こちらですね、先ほどの一応湯通ししたうどんをしっかり水を切りまして、しっかり切らないとやっぱり水っぽくなっちゃうんで、はい、そしたら器に入れます。そしてここにぶっかけしたいやな。ぶっかけですね。うまそう。さささーっと、まあ、海鮮たっぷりの、うわ贅沢やな。贅沢ですけど、まあご家庭でもスーパーでもどこでも手に入る、どこでも手に入る材料なんで、まあ入れたら入れるほどうまいってこと？そうですね、やっぱり海鮮うどん、締めのうどんとか、まあそういう感じ、鍋の後に、これ魚の骨だけでもいいってことだよね。全然そうですね。ない時はそうですね。あえてここに、まあ言うと他のキノコ系、椎茸とかそういうの入れても出汁が出て美味しいと思いますし、寄せ鍋、そうですね、スペイン版みたいな感じ。そうです、そうです。ああ美味しそう。そうです、その通りです。そしてまあ皆さんどこでも手に入る薬味のネギをあっさりするように入れまして、ここに黒の何切りごまですね。あ、ごま、ごまを軽く風味に入れるように。へえ、ごまポイントなんや。そうですね、やっぱりごまはやっぱり入れるだけですごい風味が立ってくるんで。へえ、わあすごい綺麗やな。すげえ、ごま、まあ、名前を言いますとアヒ、名付けてアヒージョ風うどんです。ああそういうことね。日本でも定番のスペイン料理アヒージョですね。アヒージョっていうのはあれやな、あのオリーブオイルとニンニクと鷹の爪をグツグツ煮出して、そこに海鮮類やキノコ類を入れて旨味を引き立てる。まあ今回少しあの水を入れましたけ ど, どうしても、そういうことね。うどんだけアヒ油だけですとどうしても濃いんで、アヒージョ風にさせてもらいました。これ別にうどんじゃなくてもご飯入れるもうまそう。全然別にこんだけ海鮮類焼くでも全然。わ、匂いがすごい。家にあるもんでも冷凍もんでもなすべてできます。簡単にすべても素材のうまみだけなんで、あるもんで別にお肉でもできますんで。そうですね、できました。はい、おいしそう。ほなちょっといただきます。麺取りすぎだな。よしよし、メイトですよ。やっぱこれ切った方がいいね。長い長い。あえてそれもまあ絵的には長い方がいいかなって。そう。無理やりやってもったんやけど。ありっちゃあり。よしよし。
対うまいよね。サンタカさん、はい、1個いいですか。はい、僕甲殻アレルギーなんですけど。遅すぎ、遅すぎ、今さら今さら。あかんやん、もう食わんほうがや、それだってやめてください。食わんほうが、食わんで。はい、いきます。はい、いただきます。よし、そら、うまい、うまってるのかな。できるんですよ、これ。うまい、うまい。ほらね、どこでも手に入るもんで作れる。いや、うまいな、これ何。まあまあ、こんだけ買い入れたらうまいな。そりゃそうですね。まあでも、まあまあまあ、全然カリフラワーちょっともらおうかな、これ。硬くない、硬くない、硬くない、さっと通すだけ。そうです、歯ごたえがこれアルデンテで、うまい。これうまいな、これええんちゃう。ありがとうございます。うちのヨヨギョンでも作ろうかな。石塚オリジナルうどん。サンタの名前一切出せ。うまいね。で、あえて椅子に座るか、椅子に立て、椅子に立て、椅子に立て、キランで椅子に立てやね。なお、実は目が長いんか、なおがちっちゃいんか、どっち。心がちっちゃいっす。あ、うまくない。言ってさっきの君を言ってたじゃない。あの、会員。あれ、いいの。お願いします。3、2、1、カット。カット。終わった。カット。何言ってないの。これ。じゃあ、待ってください。はい、はい、はい。貝が？貝、やっぱ貝を使った貝があったね。やっぱもう。カットしない。うん、このまま流し続けて恥ずかしそうな顔撮っとこう。貝を使った貝があった。あった。で、その後に、うん、後悔はしない。後悔はしない。で、その後に、その後に貝ってどうするの？その後に。ただどうするの？貝。振らない、振らないじゃって。で、しん、しんはどうするの？貝、貝、貝。大人。はい、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 はい。石塚君に言って。石塚君。はい、石塚君。はい。あの、エビアレルギーやから喉が貝、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 貝。俺今ちょうど貝、貝からの。帰ってください。帰って、帰ってくださいな。帰ってください。もう帰ってくださいよ。もう帰ってくださいな。うまないな。知らねえわ。帰ってくれや。帰ってくれ。解散。お、お。あんたそれうまいねえよ。職業間違えてたもん。お。職業間違えて。最後に最後締めるよ。締めて。帰帰。あ、はいはい。間違えた。じゃあ、お疲れ様です。誰よ、何。